愛知県西尾市内を走る車のドライブレコーダーの映像。対向車線に白い車が現れます。この車が突然不自然に停車すると、その後方ではガードレールのそばに子供がうずくまっています。白い車にはねられたとみられ、事故を目撃した人たちが慌てて駆け寄ります。昨日正午前、西尾市吉良町荻原で信号のない横断歩道を渡っていた小学2年の男の子が車にはねられました。事故を起こした車は横断歩道を渡る男子児童をはねた後、南側に逃走したということです。男の子をはねた車は一旦停車、バックする様子も映されていましたが、その後現場から逃走しました。事故を目撃した人が救急車を呼び、男の子は病院へ搬送されましたが、右足を骨折する大怪我をしました。どこでやられたの、事故にあったのかって聞いたら、ここで白い車で子供がはねられたって自分で言ったの。救急車に乗りたくないですもんね、親が心配するから。でも動いちゃあかんって言って、救急車車でここで見とったの。まあ足首がこういうふうに回ってね、骨がこう曲がっとるように見えたもんで、ただ外で出てこっち見とっただけ。あの白い車一回止まったけど、これで向こうまで走ってって。事故の瞬間のドライブレコーダーの映像をよく見てみると、男の子はガードレール側に激しく跳ね飛ばされていて、衝突した時に一定の速度が出ていたようにも見えます。警察はドライブレコーダーの映像の解析を進めるとともに、事故の状況を詳しく調べています。